皆さんこんにちは、水越美里です。はい、まず皆様2024年1本目の動画になります。昨年もね、本当に皆様にはたくさん見ていただいて応援していただいてありがとうございました。お世話になりました。また今年もよろしくお願いします。ということで本日の動画は2024年新作春コスメレビュー第1弾ということでやっていきたいと思います。毎年ですが、実は1月、2月あたりにかけて本当にコスメの発売が多いんですよ。しかも毎年めちゃくちゃ可愛いんですよ。とりあえず第1弾です。先にいただいたコスメで発売ギリギリ間に合ってるものや近辺のものがあるので皆様にご紹介していきたいと思います。はい、それでは早速スタート。はい、それではまずこちらから、セルヴォークのインディケートアイブロウパウダーの9番です。配信時にはもう発売してますね。1月1日から新作です。分かりにくいかもしれないんですが、結構パール輝きが入ったアイブロウパウダーになっています。真ん中のカラーいきます。アイシャドウとかに入ってるパールとはやっぱり違って、もっと控えめ、繊細で浮かないようなパールなので、キラキラしたアイブロウパウダー使いにくいって思う必要がないぐらい自然です。しかも色もめちゃくちゃいい。暗い髪でも明るい髪でも合いそうなカラーですね。濃い方のカラーも使っていきます。濃い方は結構こうグレイッシュな感じなので自眉と一体化します。あんまり明るく仕上がるパウダーではないけど、本当にナチュラルに眉毛を描くことができる、すっごい使いやすいパウダーっていう感じです。どうでしょうか。すっごい自然じゃないです。ちょっと明るい方をここに使ってみます。よく見るとやっぱりこのキラキラが乗る感じはあるんですけど、キラキラというかちょっとちょっと眉毛が艶やかに見えるような感じが近いかなと思います。すごい使いやすい。はい、今ですね眉マスカラはまだしてないんですが、パウダーで仕上げてみました。こんな感じです。本当にナチュラルですよね。セルヴォークのアイブロウパウダーって色のイメージ、カラーものがすごい印象強いと思うんですが、今回はそれとはちょっと違う、本当にみんなが使いやすいようなカラーだなと思いました。ただやっぱ粉質がめちゃくちゃいいので、描いてる途中に飛んだりとか変に濃くなったり薄くなったりもせず均一に描きやすいので、さすがだなと思います。キラキラ感はですね、なんかよく見るとこういうところちょっとわかるかもしれないんですけど、わざとらしさがなくすごく自然です。はい、セルヴォークまだあるんですけど、ちょっと一旦 RMK いきます。 RMK のシンクロマティックアイシャドウパレットです。私のね一押し今持ってて、この5番と EX の5番です。ただ他のカラーあるのでちょっと1個ずつ見ていきます。まず5番ディライトフル、ピンク系ですね。すっごい可愛いです。ブラウンっぽいのも入ってるんですけど、これもでも結構ピンクより、本当に春らしさを感じるカラーです。薄い色から順に重ねていきます。まず左上、はい、いかがでしょうか。可愛くないです。結構ですね、しっかりピンクって感じの仕上がりにはなります。ここの最後に使ったラメとかは比較的こうキラキラもしやすいので、涙袋をこうぷっくり見せたり、そういったこともできますね。ちょっと離れるとこんな感じです。離れてもやっぱりピンク色はしっかりわかると思います。コーラルではなくしっかりピンクだとは思うんですけど、でも私のこの肌に結構馴染むってことは、黄身も比較的しっかり感じるピンクなのかなと思いました。発色はいいけど結構柔らかさはあるので、不安と感、この春っぽい感じもすごく出てめっちゃ可愛くて、私はこの春の結構一押しカラーですね。こちらは見た目からして可愛いですもんね。めちゃめちゃおすすめです。けどなんかベーシックよりはちょっとやっぱカラーメイクって感じですね。はい、次こちら6番インジニアスです。結構これは攻めを感じますよね。イエローとオリーブというかカーキというか、そんなパレットになっています。はい、塗れました。塗ってみるとなんかめっちゃいいって思ってしまいました。可愛いですよね。ベースはこのイエローとブラウン、でもこのブラウンもちょっとオリーブがかってるんですよ。でこれを結構この際にアイラインっぽく引いて、この
キラキラの目頭に少し控えめに入れてます。統一感ないように見えて仕上がるとめっちゃ統一感があって、すごいバランス取れるし、グリーンもアクセントにはなるんだけど結構馴染んでびっくりしました。また全然こちらとは違う仕上がりです。はい、次7番、ウィジョナリー。結構なんかイエローオレンジ主役パレットかなと思いきや、同じ数だけしっかりしたブラウンが入ってるんですよ。イエローはねしっかり発色するイエローです。なので仕上がりとしてはイエローとオレンジのニュアンスを含んだブラウンみたいな感じになるなと思いました。もちろん使い方次第ではあるんですけど、下まぶたに結構イエローを今回仕込んでいます。一味違うブラウンとか春らしさを含んだブラウンみたいな、丸々なブラウンって感じに仕上げたい方はすごいいいなと思います。なんか個性派でもあり、でもベーシックでもあるパレットに思いました。8番、エンチャンティングです。こちらはスウォッチ見るとこんな感じです。結構赤みが主役のパレットですね。一見ちょっと難しそうに思うかもしれないんですけど、これね塗るとすごい可愛くて、はい、こんな感じです。パレットで見た赤みは主張できるんですけど、柔らかさをすごい含んだ赤みだなと思いました。今紹介してきた中で言うと一番なんか色っぽさが出てくれるパレットです。でしかもここのカラーがめっちゃ繊細なんですよ。この辺に結構キラキラ効かせてるんですけど、全然大粒では全くないし、存在感はあるんだけどなんかもう輝きっていう感じ、めっちゃ可愛いです。春の色っぽさみたいな感じに出したい方はおすすめですね、うん、赤み系やっぱ可愛いです。はい、次限定色いきます。 EX5 インサイトフル。これはすごく私好きなんですけど、ブラウンなんですがちょっととくすみグレーがかってるのが特徴です。ただ決してグレーってわけじゃないんですよね。その絶妙さがなんかちょっと新しいなと思いました。はい、こんな感じです。ちょっとこう引き締まったキリッと感もあるブラウンっぽく仕上がるなと思っていて、色自体もすごくナチュラルにつくので濃くなりすぎないです。いわゆるグレイッシュなカラーとかスモーキーなメイクがあんまり似合わないけど、ちょっとやってみたいなって思ってた方とかはちょうどいいんじゃないかなと思います。ですごくこれはナチュラルに見えるので、オフィスとかそういったシーンでも使いやすいと思います。はい、次 EX6 バイブランドです。これもまあ分かりやすくもうオレンジゴールドレッドみたいな感じですが、本当に見たまま発色してここがねすっごく綺麗なんですよね。色も出るしキラキラも分かるしといった質感になっています。はい、仕上がりはこんな感じです。赤色はちょっとアクセントでラインにして、ベースはあのキラキラをしっかり塗ってみました。ちょっとなんか夕焼けを感じるような仕上がりですね。途中紹介したあの赤み系とはまた違って、色っぽいっていうよりはちょっとおしゃれこなれ感みたいな感じがこちらは出るかなと思います。まあ、私は最初にも言った通りあのピンク色のものとこっちに塗ってるくすみブラウンがすごくおすすめですが、全部可愛いですね。そしたらリップも出てます。これ限定です。リクイドグローリップカラーです。既にあるリクイドリップカラーとは違うもので、もっとなんか濃密な感じ、ちょっと質感とかも違っています。カラーが1と2なんでちょっとお見せすると、こちらが1番、2番です。わかりますか、このなんか濃密ツヤ感。テクスチャーとしても膜厚というんですかね、もちろんしっとりしてて伸びるんですけど結構厚みがあってしっかり発色もするような、もう一個のリクイドリップカラーの方がサラッとしてますね。ちょっとなので違っています。では1番を塗ります。結構こう塗ってる時もリッチだなって思うテクスチャーです。てかこの1番がねすごい可愛いんですよ。私1番推しです。リップバームみたいなのとはまた違うんですけど、本当に濃密、しっかりこう唇の自分の色もカバーして艶やかに見せてくれるアイテムですね。はい、こんな感じです。色可愛くないです。結構濃密でくすみっぽく見えるんだけど、唇に塗るとなんかナチュラル、こういう感じのメイクとかもめちゃくちゃいいなと思っちゃいます。でもこっちでも素敵ですね。私的にはピンクベージュっぽい感じで、明るすぎず落ち着いた印象になるリップだと思います。はい、2番塗れました。2番の方がもう少し赤っぽいです。発色も彩度も高くてちょっと華やかさがありますね。ここで見ても本当にそうですよね、赤オレンジみたいな感じです。でも唇に塗るとあんまりオレンジっぽくはないですね。レッドブラウンのような感じで私が使うと見えます。華やかさ出したいならこっちの方がいいと思いました。質感がね私すごく好きで、唇ぽってり見せたい方にもぴったりだと思います。はい、では
これまたアイシャドウですが可愛いです。こちらエトボスのミネラルクラッシーシャドウイノセントブルームです。これは限定カラーですね。エトボスはね本当にこの毎回出るカラーが可愛いんですけど今回も可愛いです。はい、装置はこんな感じです。結構この青みを感じるカラーと逆にすごい黄身のこうオレンジとかイエローとかそれが混じったパレットになっています。どう使うかですごい迷いますよね。まあどう使っても可愛いんですけどね。まず左上のキラキララベンダーをちょっと上まぶたに使います。私は右上のちょっと青みのピンクこれを際にいっちゃいます。結構この春こういう感じのちょっと青みのカラーがね多くてでもね可愛いんですよね。ちょっとピンクく見えるというか紫というよりは青みっぽいピンクみたいな感じ。下は黄色イエロー系にしちゃいます。贅沢ですね。右下を塗ります。左下のオレンジっぽいので迎えに行く感じで、はい、こんな感じです。もちろんこのラベンダーだけとかオレンジだけの仕上がりで日によって変えてもいいと思うんですけど意外と上下で混ぜちゃっても可愛いかなと思います。離れるとこんな感じです。イエベさんブルベさんどちらが買ってもちょうどよく使えそうじゃないですかね。これは私は結構イエベなんですけどこの上の2つをしっかりと上まぶたに使ってもすごい可愛いです。はい、リップも限定で登場します。ミネラルシアマットルージュ、これはもともとあるんですけどカラーがですねメープルシナモン、はい、こちらのカラー数量限定で出るし色が可愛い。こちらですねマットなリップなんですけどこんな感じで結構色が透けるんですよ。すごくしっとりしてるのでマットが苦手な方、色がパキッとするのがあまり好きじゃない方にすごくおすすめです。でカラーはこんな感じです。ほんと焦げたメープルみたいなブラウンすぎずでも赤みとかはあんまない感じのおしゃれカラーです。塗ります。2往復で今これぐらいの薄付き加減です。わ、可愛いですね。私マットのリップは絶対しっとり感が欲しいと思ってるタイプで塗っても勝手にボケてくれるような唇がこうふわっと大きく見えるものがすごく好きなんですけどまさにそれです。でこんな感じです。血色感がなくなるわけじゃないんですけどやっぱり落ち着いてておしゃれなカラーですよね。このメイクともぴったりです。しっかりマットリップがお好きな方だとちょっと意外としっとりしすぎてるかもしれないんですけど乾燥したくないけどマット使いたい方はちょっとぜひチェックしてほしいです。はい、ではセルボック戻ります。このねチークはもう私めちゃくちゃ気になってました。超可愛いですよ。こちらセルボークオリーフィニックブラッシュ、これが私が気になった一番と実際昨日セルボークの発表会に実は行ってきたばかりで実際塗ってもらってめっちゃ可愛いってなったこちら3番です。私が選ぶカラーとしてはもしかして結構意外かもしれないですよね。紫っぽいのが結構入ってるカラー、実はこれですねこちら側ちょっとハイライトっぽく使える方がこうバームになってるんですよ。なのでこの見たような色はそんなに出ないんだけどニュアンスでちょっと効いてくれるような感じです。こちら側はパウダーですね。ちょっとチークとして使えるようなものになっています。こんな感じで上の段が01、下の段が03です。チークカラーはもう本当に見たままの感じで色が出るんですが01に関してはここに塗ってあります。ちょっとピンクいの分かりますか。なんか紫っていうよりは少しこのピンク感で発色するけど本当にナチュラルです。3番こちらの方が比べると紫っていうのは分かるんですけど本当にこれも薄付きです。でしかもですねやっぱりこのバームのちょっと濡れツヤ感があるので肌自体も塗ることですごく艶やかに綺麗に見えます。チークブラシも一緒に発売されるのでこれをちょっと使っていきます。毛足がね結構長くて肌当たりがすっごい優しいんですよ。でなんか教えてもらった使い方はもしかして色によるのかもですけどまずこのパウダーの方を取ってでちょっとこの目のこう外側に行く感じでふわふわふわっと入れていきます。少し外に流した方が自然に見えるかもです。まずこんな感じ。え、めっちゃ可愛いですねこのカラー。見た目でちょっとこれチョイスしてたところがあったんですけど塗ると改めて可愛いです。でその後にこのバームの方を取ってこちらはそんなに色って感じじゃないのであれですけど外側ではなくこの目のこのところ高いところを起点にパンパンパーンと広げていくのが昨日やっていただいた塗り方です。でこのやっぱりベースのピンク色と混ざり合うことで少し変わるんですよね雰囲気が。透明感出るけどピンクもちゃんと残ってて、はい、こんな感じです。結構つややかなの分かりますかね。でもただつややかなだけではなくやっぱチークの印象も効いててめちゃくちゃ可愛いです。でもう一個の方
が多分分かりやすいかな。こちらも同じように塗っていきます。こちら側はちょっとブラウンっぽいカラーなので、顔が引き締まったようにも見えるんだけど、ただブラウンではなく、ちょっとなんかこう可愛らしい血色感もあって、ほんと春を感じられます。シェーディングっぽくもなるしみたいな。はい、こんな感じです。やっぱり色のつき方としてはこちらよりもしっかりめになります。この紫、この同じところにちょっと足していきますね。なんかこれも紫なんですけど、このブラウンとちょっと混じるとピンクっぽくなるんですよ。それがすっごい可愛くて、だからなんかシェーディングっぽい感じをチークっぽく変化させられちゃうみたいな、こんな感じです。動画だとちょっと伝わりにくいですかね。肉眼だとすごいちょうどいいピンク感になってくれて、重ね塗りしてる意味をすごく感じられます。自分で組み合わせて考えてやろうと思うと結構難しいんですけど、やっぱりもうこれでセットになってくれてるので、塗ればこの仕上がりが再現できるっていうのは、いろいろ考えなくていいけど結構こだわったメイクができるので、すごく楽しいなと思います。しかもなんかバームっぽい質感を足してるのに、下のメイクが崩れる感じもなくてすごく綺麗です。はい、そしてセルボークはですね、リップも出てて、これもすごく気になってました。モイステンリップドロップという、まあ、リップグロスのようなものなんですけど、この真ん中のちょっとラベンダーカラー、これラメ入ってるんですけど、これが限定色 EX1 番、そして私が気になったこの1と4です。こんな感じでグロスのようなツルツルとした質感になっています。 PR の方が言うにはメンソールっぽいスースー感があるってことなんですけど、結構普段からリッププランパーのスースー感に慣れてる方は多分ほとんど気にならないと思います。ブラウンから1、4、EX01 です。この1とかは結構ニュアンスチェンジとして使いたいので、今から上に重ねてみようと思います。4は割とこう単色でも映えそうな感じで、この限定がねラメ入っててすっごい可愛いんですけど、そのラメが伝わりますかね。綺麗です。とってもちょっとミルキーな白身ラベンダーっぽいカラーしてます。じゃあまず1番をここに重ねてみます。おお、おしゃれですね。これはかなり使えそうです。自分にとって華やかすぎるなとか、ちょっと派手になっちゃったかなって思った時に重ねればすごい落ち着かせてくれる色ですね。この感じで質感もツヤツヤになります。やっぱりそんなにスースー感は強くないですけど、敏感な方はちょっともしかして気になるんですかね。私は全く全然大丈夫です。グロスほどあんまりベタっとしてなくって、ちょっとリップオイルのサラッとした感じの質感にも近いです。はい、4番塗ってみました。こんな感じです。これもさっきみたいに上から重ねてもいいんですが、単体で使っても意外とね発色しっかりしてくれるし、ツヤがすごい綺麗に出るので、さっきの RMK じゃないですけど、かなりこうポッてりした唇を作るのにも使えます。じゃあこの限定も塗りますね。はい、こんな感じです。これはやっぱりそんなに色がすごい発色するってわけじゃないので、なんか元の唇に少しこのツヤと白身っぽさが足された感じになります。人によっては単体で使ってもいいかもしれないけど、私だったら何かの上に重ねたいかなと思いました。あとキラキラはですね、ちょっと分かりにくいんですけど、繊細なのですごくラメラメしちゃうのが嫌な方でも使いやすいし、でもそのラメが入ってるおかげでやっぱりより艶やかな感じに見えるなと思います。はい、それでは次がナーズのリップペンシルです。こちらいっぱい色があるんですけど、私がいいなと思ったカラーを3つ選んでいます。8881811180です。色が可愛いっていうのもそうなんですけど、質感がすごく良くて、まずこういうペンタイプなんですね。でこれ削って使うみたいなんですよ、っていうのがまずちょっと面白いのと、めちゃくちゃ滑らか。マットなんですけど、で発色もいいんですけど、本当にこう皮膚の上を滑るように全然引っかかりなくスルッとスルスルスルッとかけちゃって、でしかもですね、ふわっとボケていくんですよ。これはね使いやすいです。ちょっとじゃあ持っていたこの181からいきます。だからこう唇しっかり縁取ってこうやってうまうましても、なんか結構自然な感じに仕上がるし、もっとこうしっかり発色させたいっていうんだったらちゃんと塗りつぶしてもいいですよね。見え方を変えられるリップになっています。でこう縁とかぼかしたい時も指でさっとなぞるだけで、こんな感じで結構簡単にぼけるので、オーバーにふわっと見せるのもやりやすいです。今割としっかりめに塗ってみましたが、181はこんな感じです。しっとりしてるんですけど、伸ばし終わった後は結構密着もしてくれます。マットでふわっとしてるのにピタッと感もあるような、そんなイメージです。181番は結構しっかりブラウンですね。はい、180番です。こちらの方がさっきの181と比べるともう少し明
明るいかなと思います。181の方が深みがありました。これめちゃくちゃ使いやすいカラーかも。好きです。こんな感じ。はい、最後888のドルチェビータです。これまた全然雰囲気変わりますね。さっきまで結構ブラウンっぽかったんですけど、少しローズピンクっぽい仕上がりになります。これもやっぱり可愛いですね。ドルチェビータっていうカラーは私チークでも大好きなんですけど、それと一緒で青み感じるけど青みすぎないようなイメージ、めっちゃ可愛いと思います。はい、ということで本日は2024年新作春コスメレビューということで、たくさんのアイテムを紹介していきました。もう本当にまだちょっと狙ってるアイテムが多すぎて、この春コスメレビューは絶対第1弾では終われないので、あとはシャネルとかスックのリップとかルナソルもね紹介したいんですけど、ちょっといっぱいあるのでまた動画にしたいと思います。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。改めまして2024年もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。